決めさせてもらっていいですか。でもこれ以上いい人いないと思う。いいいない。本当本当にいいですか。はい、やります。みんなやりたい相手だと思うんですけど。もうフレディンドとか。やりたい。やりたい。じゃあ決定しますか。はい、やった。僕はせっかくなんで。せっかくなんで。前で。ちょっとスーツが上位しなければ。よろしくお願いします。先生頑張って。結構でかいですね。やった。もう格変じゃん俺。動画とか普通に面白くないんで、もう青汁落ちてやりたいんですよ。全然体重差とかもどうでもいいんで。いや青汁落ちて俺がやるから。本当にやってくれんの。いや僕もやっぱ経営者なんで数字欲しいじゃないですか。で一番コスパいいんですよ、弱いしめちゃくちゃ嬉しいですね。ハイリスクですよ。ハイリスクですよ。ハイリスクですけど、でもまあ負けた日にはもう歩けなくなりますね。10人に来たったら本当に今すぐ即決でやりたいですね。万が一負けたらえらいことになりますね。えらいこと、もういろんなもの背負っていきますよ。じゃあマジ俺勝ったらあのロールスロイスもらいます。ロールスロイスか。いやでもそれぐらいのレベルですよ。いやだからそれぐらい覚悟できてます。ちょっと調子乗り始めた。僕が試合が青汁王子に今日渡したいものだったんですよ。ちょっと待ってもらっていいですか。俺の前は欲しいか。いらない。勝ったらくれてやるよ。楽しみ待ってる。大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。でもそれより12人気がいい。12人気って本当にやります。そうですね。じゃあ俺と12人気がやって勝った方じゃダメなの。いやそれダメダメ。いやダメ。僕はもうちょっと病院行きたくないから。僕もあんまそんな。だから今日病院行きたくないから俺。前歯抜いてるんで。俺前歯抜いてるんでどっちみち病院行かなきゃいけないんですよ。ああじゃあ勝手に行ってくれじゃん。俺は今日行きたくない。じゃあ一緒に行こうよ、誰よ。いや、無理。ちょっと怖いね。あ、知らない。マジでじゃあ決めますよ。普通に、面白いっちゃ面白い。決めてくれたらいいですけど、本当にいいですか。これ僕、ボーナスステージじゃないですか。ボーナスステージになるか分かんないですよ。いや、絶対勝てますよ。大丈夫かな。負けた時やばくなりそうだけど。さすがにこいつに負けないですよ。大丈夫ですか。はい。やばい。待て、俺は俺どうなるんで。よろしくお願いします。探してもらって。じゃあここ試合決定しますか。今面白いっちゃ面白いですよね。なんか勝負のありますよね、結構。勝負勝負の勝負ディスられてる。勝負の今、傷つきましたね。勝負のってディスられてる。勝負のは結構あると思いますもん。だんだん強くなってきてるんだよ。なんか放送で、なんか俺に負けたら、あの炭入れるとかって、言ってたっすか。いや、本当いいっすよ。それぐらい覚悟ある。自分負けて入れなくてよく言うね。いや、俺は入れないっすよ。いや、だからそれぐらいをなんか、スリーと同じぐらい。僕が勝ったらどうするの。え、僕が勝ったらどうするの。いや、どうなんですかね。ちょっと今はここは言えないと思う。しょうがない。いや、考えてないです。ちょっと、もうちょっとこれ候補者見て決めさせてもらっていいですか。いや、もうこれ以上いい人いないと思う。いいいない。本当、本当にいいっすか。はい、やります。みんなやりたい相手だと思うんですけど、フレディンドとやりたい。じゃあ決定しますか。やった。僕はせっかくなんで前で。ちょっとスーツが上位しなければ。よろしくお願いします。先生頑張って。結構でかいですね。やった。もう格変じゃん俺。だね、今あのアクセルした1票目の判断だから。結構余裕っす。あの、DJ 社長の方がなんか強そうっていうか、前にやって、はい、どうですか、言われてますけど。いや、でも、本当に純粋に、またチャンス巡ってきたなって感じですね。楽しみにしてください。はい、同じグループの中でやりたい人いますか。はい、同じく調子乗ってるんで。エンタメを。お前が一番エンタメやろ。お前が一番エンタメやろ。俺はな、それで本気なんやった。